はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、本日使っていく武器はこちらのですね、何これ、 AX50 でした。はい、この AX50 にですね、まあ等倍をつけるっていうね、サイコパスっぷりを発揮してくれました。リクエストのくれたリスナーさんがありがとうございます。ということで今回はね、 AX50 の等倍型を使ってね、敵しばいていこうと思うんですが、マジで怖い、これも本当に怖い。まあただ、まあ、胴体一発だから、まあ、ショットガンとして考えればまあいっかってことでね、作ってきました。はい、で、まあのね、 AX50 の弾をどうにかね P90 に詰めてくださいっていうねリスナーがいたんですけれども、どう頑張ってもね、詰めることができませんでした。すいません。はい、ということでね、本日作ってきた AX50 はこちらです。はい、まあもう説明するところはほぼないかな。まあストックとかね、あとはマズルつけて、でマガジンの部分ですね、これ10発じゃなくて 5発にしてるんですよ。5発にしてるんですが、まあ、なぜかというとね、これエルゴノミクスが落ちてしまうんですよ、10発にすると。新しい着眼点をもらえたので、いや本当に嬉しいです。はい、まあそうですよね、このねエルゴノミクスを下げてしまうとやっぱりね、あの覗くスピードで負けてしまいますから、まあ、特に今回は近距離戦なので、その辺ねしっかりとこだわってきました。はい、まあストックもね同じくって感じなんですが、これもしかしたらさ、マズルなしの方がいいかもしんないね。なしでいくか、なしにします。はい、もうちょっとねエルゴノミクスマシマシの AX50 等倍バージョンで敵をね、しばいていこうと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということでね、秒速 27cm でマッティングしました。対戦よろしくお願いします。いやー、ちょっとオートマッチね入れたはずなんですけどね、あの索敵要員として、まあ野良をですね、まあ連れて行こうと思ったんですが、一人で行けって言われてしまいました。絶望の始まり。もうマジか、野良がいるとね本当にデコイになってくれたり、肉壁になってくれたり、後ろからの奇襲を防いでくれたり、本当にいいことずくめなんですけどね。うん、やっぱりさ、的がね複数枚あることによって自分がねヘイト向かない可能性があるから、まあ、その辺をですね期待してねオートマッチ入れたんですが、まさかの一人です。はい、悲しいわこれ。本当にこれほど悲しいことがありますか、他に。いや、ちょっとここで湧いたんだったらさ、一旦もう僕こっち側にダッシュしたろ。これダメだ、もう速攻走れ走れ、こんがり後ろを振り向くな、振り向いたら死ぬぞ。マジであっち側はカオスになるから、一旦ね僕はもうあっちは嫌いたいと思う。そして目の前の急車2機をしばいていきたい。はい、ワンチャン敵のまあムーブにもよるんですが、ちょっと一旦こいつでさしばいておこうか。あ、強い強い強い、もうこれだよな本当に。もうこれでよかったんだよ、初めっから AX50 でよかったんや。メンタルブレイクアウトっていうのは簡単なことでした。皆さん、最適解っていうのがすぐ近くにありましたよ、皆さんのすぐ近くに。とりあえず、軍需品コンテナオープニングセレモニー。さあ、マジで金のアイテムくれ。あー、何も来ないや。まあでもよかった。とりあえずね、コンパスゲットしました。あれ3000円ぐらいの価値あったっけ、まあよくわかんないけど、まあ一旦ね、ポケットにくすねておく。はい。ちょっとパクりましょうか。で、さらに、ここ開けて、これ何？よくわかんないやつ。マジでさ、怖いんだけど、もう行くしかねえ。進むしかねえから。進めば2つなのよ。さあ、なんか知んないけど銃声入ってきましたよ。まあ当たり前ですよね、いますよねそりゃ。ちょ、怖いなこれ。お前はマジで来るな、本当にもうスカブがだるすぎる。一旦は？おい、撃つな撃つな撃つな、やめろやめろやめろ。ちょ、君たちのせいでさバレるんだよ、もうハイエナどもが来るから。ちょ、マジでやめて、本当にやめてください、頼みますからお願いします。もう一生のお願いは使いたくないけど、とりあえずお願いしたい。一旦ちょっとここでね、動かざるごと決め込んでおきますか。あーあーあああ、めんどくっさ、君、本当に来ないでって言ったよね。もう来たらやるぜ。もう、これは仕方がない。もう、君が来なければさ、まあ、無傷で済んだものの。まずは、ASMR のお時間です。
これね、マズルつけてないからさ、今回マジでつけてきてないかな、本当に。だからね、もう銃声で寄ってくると思うんだよな。この凶悪な銃声聞いたらさ、みんなさ、あーそれ AX50 だ、欲しい欲しい欲しいって言ってね、もうなんかみんな群がるようにさ、絶対寄ってくるじゃん。みんな AX50 さ、買うお金すらないから、もう絶対来ると思うんだよね、貧乏人どもがさ。もう寄ってたかって囲んでさ、撃ってきやがるから。そうなったらもう罪だからね、1枚ずつ、まあ、ゴルゴ13していきたいわけですよね、僕としては。いや、来ないか、こっち側からさ、旧車に機がたまにね、そっち側に向かっていくんですけど、これ多分モーテル行ったか、まあそれともまだやり合っているのか。は？あいつはなんだ？よくわかんないつるな。あれはスカブかな？さすがに怖すぎる。あれが人だったな。あれは何？え？君誰？よくわかんないけどやったぞ！おい、ちょっとこれさ、人の可能性ない？人だったらもう帰りますよ、僕。あばばばばばば、ははははははは。おい、待て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 、ざるすぎだるすぎ。ちょ待て、本当に。おい待てよ、それはそれは待てよ、マジでめんどくっさいやつがいるわ。一旦ここでちょっと回復させてもらって。なんか来た、なんか来た、なんか来た。だるいだるいだるい、くんなくんなくんな。ちょマジでやめろ。何枚来てる？2枚ぐらい来てるかもしんない。めんどくさー、本当にやめて。2枚来てるわ、最悪。怖すぎ怖すぎ怖すぎ。なんかいるわ。はい、1枚芝居た、強い。なめんななめんな、おれ。おい待て待て、あー、後ろから撃たれたせいでなんかパニクっちゃった。もう最悪、もう最悪、本当に。でも1枚やれた、あーよかった。よくないけど、とりあえずキルカメラ。あ、そっちのやつがやったのか、マジ。あー、めっちゃうるさ、うるさすぎない本当に。あ、後ろにやられたんだ俺。あーあーあああ、じゃあまあ仕方ねえかこれは、まあ、GG ですね。はい、まあちょっと真実が究明されたんで、これは仕方ねえや。うん、そうか、そうかい、そうかい。まあちょっともう本当に運営にしばかれたってところあるよな。これオートマッチ入れてさ、一人だったらもう無理だもん。だって相手はパーティーですよ、こっちとらさ。ソロでやる準備できてないわけよ。 AX50 等倍っていうさ、もう意味のわからない編成で言ってるから、もう仲間が必要ってことはわかるじゃないですか。もうちょっと、やもうちょっと勘弁してくださいよ本当に。俺は仲間が必要でさ、オートマッチ入れたのになんで仲間よこしてくんないんですか。 RPK16 なんか変な打ち方してなかったか。バースト RPK16 とかあるのかな、ちょっとよくわかんないけど、なんか打ち方が変だった気がする。はい、まあとりあえずですね、ブチ56されました。あーもうマジで最悪だわ。まあでも1枚やれたのは本当に嬉しいけどね。うん、相当なんかさ気持ちよかった。やっぱり等倍でもやっぱ AX50 って気持ちいいな。てか等倍の方が気持ちいいからさ、みんなぜひ真似してみてください。以上こんがりでした。じゃあな、じじー。